皆さんこんばんは、西原あさぎです。今日も一日お疲れ様でした。週末を控えた木曜日のニュースはこの5つ。1つ、ヨムネコが開発している VR オンラインアクションゲームソードオブガルガンチュアが5月16日より6日間限定でグローバルオープンベータバージョンをリリースします。ソードオブガルガンチュアは最大4人で巨人ガルガンチュアに挑むアクションゲーム。 VR だからこそ楽しめるリアルな戦闘体験が VR デバイスさえあれば誰でも楽しめます。参加は公式のディスコードチャンネルに参加した上で専用の URL からエントリーが必要。期間中に最高得点を出したプレイヤーには GeForce RTX 2080相当のビデオカードがプレゼントされます。2つ、鴨川シーワールドが5月18日の国際博物館の日に合わせて約50年に及ぶシャチの飼育に関するレクチャー、シャチ物知り講座を実施します。開催日は5月18日、19日の2日間両日ともに13時より園内マリンシアターによって開催予定。観覧料金は無料ですが別途入園料金が必要となります。3つ、千代田はハローマックブランドで6月13日に東京ビッグサイトにて開催される東京おもちゃショーに出展します。千代田が1985年より2008年まで展開していたハローマックブランド、今回の出展では子供向けシューズなどを靴をおもちゃのように楽しんでほしいという願いを込めて販売するとしています。なお千代田の公式アプリをダウンロードし登録を済ませている場合、6月15日、16日の2日間にわたって各日先着500名にハローマックのキャラクターマックライオンの缶バッジやラバーキーホルダーが当たるガチャガチャに挑戦できます。またブースに来場することでハローマックの不織布バッグがプレゼントされます。4つ、セイコーウォッチはファッションウォッチブランドワイヤードよりゲームクリエイターの小島秀夫監督が率いる小島プロダクションのシンプルキャラクタールーデンスとのコラボウォッチを6月8日に発売します。希望小売価格は3万円、1500本限定で全国の取扱店にて販売予定。ルーデンスのデザインをパーツに取り入れ、ストラップには From Sapiens to ルーデンスの文字がマーキングされ、アートディレクターの新川洋次氏によるメッセージカードが付属します。5つ、伴奏が新作ゲームトポロメモリー2を5月27日に発売します。トポロメモリーは図形をパーツと穴の数によって区別するトポロジーを活用したボードゲーム。例えばドーナツとコーヒーカップは1つのパーツと1つの穴が存在しているので同じ図形として解釈するようにトンチの効いたゲームとなっております。価格は税別2000円。5月25日、26日に東京ビッグサイトにて開催されるゲームマーケットでは先行販売が予定されています。さて今日の出来事はこんな感じでした。明日を乗り切ればついに土曜日、気合い入れて頑張ってまいりましょう。はいと思ったんですが、6月12日の E3 2019、これの任天堂が配信するスケジュールが公開されました。わーい、やったーはい、6月12日午前1時より、任天堂ダイレクト E3 2019、これが配信されます。みんな夜更かししながら見ましょう。頑張ってねー。